一新業の大桜は、熊本県阿蘇郡南阿蘇村にある一本桜。菜の花と一新業の大桜品種は山桜で、樹齢は400年以上、樹高14メートル、干周位7.35メートル、枝張りは東西に21.3メートル、南北に26メートルにもなる。これは、九州では、樹齢600年、樹高23メートルの福岡県田川郡福地町の、 小尾桜などと並ぶ大きさである。かつてこの地を治めた武将中村宝器神を門見冬が眠る墓地内の母大樹になっている。1999年にテレビ朝日ニュースステーションの夜桜中継で放送されたことをきっかけに観光客が増え、毎年約20万人の観光客が訪れる。南阿蘇村では2002年から一新業の 大桜周辺の公園化を進めており、花公園、パークゴルフ場、駐車場等が整備されている。戦国時代、現在の南阿蘇村は、峰村と呼ばれていた。この地に築城された、角浴場に住み、熊本県の三角にある矢崎城の城代を、兼任していた、宝貴神おもんみ冬は、1580年に、薩摩の島津市との戦いで、矢崎城で戦火に散った。 その祭祀は、主の死後少数の家臣と、密かに故郷の峰村に戻り、戦いに散った上司と家臣たちの御礼を弔うために、桜の苗木を植え、一心に行を収めたというところから、一心行の名がついたとされる。昭和初期の落雷により幹が六本に裂けたため、ドーム型に広がる美しい形となった。現在は、2004年の台風16号及び18号の、 影響で4本の主観のうち2本が折れ、ドーム型ではなく、M 字型となっている。台風などによる傷、空洞や腐食菌による被害が出ており、熊本緑の財団により養生が行われている。現在、重み冬の直径の子孫が墓地と共に、この大桜を所有している。ありがとうございます。